太もも細くしたい方は一緒に5回頑張りましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ででん、こういったちっちゃいバランスボール、空気を入れてね使うバランスボールなんですけども、これを使って足パカよりも効果的に太ももを細くする内ももを鍛えるエクササイズを紹介します。今回アブシザースというエクササイズがあるんですけども、その応用編としてですね、ボールを使ってたったの5回内ももを鍛えていきましょう。まず内ももを鍛えることで骨盤周り、そして股関節、内転筋が鍛えられますので、骨盤が下がってお尻が垂れている方、または下半身だけ太ってしまっている方、そういった方にはおすすめのエクササイズです。今回たったの5回なんですけども、リズムがありまして337拍子を5回やっていきます。だいたい1分ぐらいのエクササイズになりますので、よかったらボールを使って、またはクッションや枕を使ってやってもらえたらと思います。では説明します。まずボールを内ももに挟みます。後ろに肘をついた状態で、ここから足をクロスしていきます。ボールを潰しながら足を上下入れ替えていきます。このボールが落ちないように、このようにしっかりボールを挟んでクロスしてください。これを337拍子で5回一緒に行いましょう。背中が丸まらないように胸を張ってしっかり内ももを力入れて挟んでください。では今から337拍子5回やっていきましょう。いきます。1、2、3、うわー、痛え。はい、お疲れ様でした。いやー、結構効きますよね。足パカっていうのは足の重さだけが負荷なので、足があんまり広がらない人は閉じるのが結構楽なんですよね。しっかり広がる人は180度からそっから45度ぐらいまでは結構足重たいので効くんですけども、足があんまり広がらない方は足パカって意外と効果がなくってですね、このようにボールを使ってしっかり潰しながらエクササイズを行うことが効果的です。で、内転筋っていうのはだんだん熱くなってきますから、熱くなっているってことは効いているということです。あとは動かすことが難しくなってくるので、左右に動かすのが難しくなってきていると内転筋が疲れてきている証拠です。それぐらいまで頑張ってもらえたらと思います。ということで、今回は足パカよりも効果的なアブシザースの応用編、ボールを使ったエクササイズでした。頑張った方、勉強になった方はよかったらグッドボタンとシェアボタンよろしくお願いします。説明欄にエクササイズのセルサインに通知が行くように LINE アットのリンクを貼ってます。よかったらそちらもフォローの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。